ケッチャンって字とかないのって。字って何？ケツから血が常に出るとか。血が出ることはあるけど、出ない時の方が多い。だから字じゃないのかな。でも俺マジでめちゃくちゃうんこしてるから、肛門年齢多分50後半だと思う。55歳ぐらいの平均男性のうんこ量をすでに30近くでやってる俺は。でも痔ではないかも。俺の肛門はうんこしまくってるのでだいぶ仕上がってる。いや俺もうんこしまくってるから仕上がってると思う。あーでも俺のうんこって肛門に優しいよね。多分お前の肛門ってうんこした時に、あー痛い痛い痛いみたいな感じのうんこでしょ。俺はどっちかっていうと排便した瞬間に気持ちよささえ感じる。オナニーするより快感かもしれない、うんこ出たあの瞬間っていうぐらい気持ちのいいうんこが出る。一種の快楽かもしれん。多分痔になるやつって、みたいな感じやろ。俺はうんこ出るとき、俺こっち派。いやあのね、排便がねちょっと痛いっていうのは水分の量が足りません。水分を取ってください。1日2リットルの水を飲みましょう。これ大事だから。水の一気飲みもあかんでってあかんよ。まあ一気飲みするような日々も必要ですけどね。アルコールとか一気飲みしたら体に良くないとか言うけど、一気飲みしたいようなそんな日々だってある。時には体の健康を破ってまでも心の健康を優先すべき日があるのです。なんか宗教感ある。いいですか、心の健康も大事なんです。わかりましたか。買います。何も売ってません。